本保守党の代表釈田直樹さんが YouTube の配信で在留資格に関して発言しました。在日14年の間、日本人の妻との結婚生活を送りながらも日本での正式な在留資格を得られずにいるパキスタン出身の45歳の男性が自身の命を左右する重大な局面に立たされています。この男性は治療を受けるためには日本での正式な在留が不可欠であるとして東京地方裁判所に在留特別許可を求める訴訟を提起しました。加えて裁判の判決が出る前にも緊急を要する事態として暫定的な在留許可の発行を裁判所に求めています。彼の妻は記者会見でこのままでは夫が亡くなるだけです、どうか助けてくださいと支援を訴えています。これについて百田さんはこれは仕方ないとしか言いようがない、この方のことを考えるとかわいそうだと思うが、これはルールであるから仕方のないことと意見を述べました。